海兵隊、海兵隊、海兵隊は陸戦兵器の取り扱いを専門とした将兵によって構成された海上勤務のための軍事組織。所属や規模、任務は国や時代によって異なる。漢字文化圏の中華人民共和国と中華民国、台湾では陸戦隊と訳され、日本語でも中国人民解放軍海軍陸戦隊及び 中華民国海軍陸戦隊と表記されることがある。一方、日本においては、旧日本海軍のもとに組織されていた海軍陸戦隊のように、本来は艦艇の運航を本務とする水兵によって編成された陸上戦闘部隊を海軍陸戦隊と称し、欧米のマリーンに相当する陸戦本部の海兵隊とは区別されていた。しかし、 両者を混同した記述も多く見られる。それに対して、欧米の陸戦隊、ランディングパーティーは、艦船に配属された海兵隊員と艦船の乗組員である水兵により、編成される。一部の国、スペイン語圏諸国やロシアの組織については、海軍風評の語が当てられている。中世ヨーロッパの艦船には、敵の戦隊を破壊するような艦砲は、装備されておらず、 初期の海軍は実質的に陸上部隊を運ぶ輸送船団であり、この時代の海戦とは兵士を乗せた船同士が遭遇した際に行われる節原戦闘であった。艦船に大口警報が装備されて水上艦同士の砲撃戦が行われるようになり、海軍が常設の海上戦闘組織になると、節原戦闘や目的地での上陸戦闘を行うために陸軍が 感染に配属する専用部隊を設けたり、海軍が不評部隊を組織するようになった。これが海兵隊の始まりである。現在でも海兵隊の所管が海軍、アメリカ海兵隊は海軍と共に海軍長官の官であるか陸軍なのか、あるいはどちらにも属さない独立した軍組織なのかは国によって異なるが、そうなっている経緯については、それぞれの国において、右与曲折がある。 世界で最も古い歴史を持つのは1537年設立のスペイン海兵隊である。古い海兵隊が創立されたのは16世紀から17世紀であるが、当時の官邸の陸民は主官の一部を除いて、軍人ではなく、征服も存在しなかった。一方、海兵隊は官邸に配属された不評であり。 当時の海兵隊の規則や制服は陸軍の不評に準じていた。ヨーロッパ各国の陸軍に制服が導入されたのは17世紀だが、海軍士官に制服が制定されたのは18世紀中頃であり、水兵はアメリカ海軍が1841年で、イギリス海軍は1850年代、1953年や1957年、当初説があるであった。 このような経緯から、その後古い海兵隊を手本に創設された部隊も、含めて、軍律や征服が海軍より、陸軍のものに近い組織が多い。漢方等の対艦兵器が発達していなかった時代は、雪原戦闘が海戦において大きな位置を占めており、海兵隊はその任務を担っていた。また当時の艦船では、乗り組んで総戦に当たる水府は国王に忠誠を、 誓った兵士ではなかったので、艦内の規律維持が海兵隊のもう一つの主要な任務であった。また、欧米が海外に多くの植民地を抱えるようになると、現地民による暴動が発生した際には、派遣された艦船から上陸して、これを鎮圧するという任務の比重が増していった。この場合、海兵隊員に加えて、艦船乗組員からも要因を抽出し、 陸戦隊を編成していた。そのようなことから、水府に節原戦闘や陸戦隊の編成に備えた教育、訓練を施すのも海兵隊員の日常業務の図であった。19世紀後半になると、大艦兵器が発達したために、正規海軍同士の節原戦闘は行われなくなった。また、艦艇乗組員が軍人と扱われるようになったので、 艦内警備も海兵隊員が行う必要性はなくなった。そのため、フランスの海兵隊は植民地警備隊として海外へ固定配置されるようになり、アメリカ海兵隊は相手船への乗り込みが必要な海賊取り締まりにその存在意義を保っていた。小船時代は船団がまとまって行動できなかったため、敵地へ進行する場合は敵兵力のないところへ上陸し、 部隊が集合してから進軍するのが普通であったが、動力船の出現で船舶が自在に運動できるようになると、敵前への強襲上陸が可能となった。第一次世界大戦では、ガリポリの戦いなどの強襲上陸作戦が行われたが、装備や戦術が未熟だったために成功はしなかった。大戦後、アメリカや日本、陸軍でその戦訓が研究され、1920年代には、 水陸両用作戦の概念が生まれた。そしてアメリカでこの任務を担うことになったのはアメリカ海兵隊であった。現代の海兵隊は水陸両用作戦や強襲作戦など陸海空の兵力を連携した統合作戦を主任務とするアメリカタイプのほかイギリス、オランダ、イタリアなどのような緊急展開部隊や特殊部隊となっているものもある。韓国。 台湾などの海兵隊は、米海兵隊を模範とした、相当規模の水陸両用船部隊だが、自国領内に侵攻してきた敵部隊の背後に奇襲をかける逆上陸作戦を念頭に置いている関係で、特殊部隊としての任務にも力を入れている。近年は、いわゆるミニ国家、特にアンティグラバーブーダやカーボベルデといった、島し国における地上軍の再編に際して、 従来の系負傷中心の部隊から各国の海兵隊を模範とした緊急即応部隊に転換する動きが見られる。また、バハマやモルディブのように海兵隊を地上軍の主力としている島諸国もある。本来の海兵隊は海上勤務の不評部隊であるが、本校では海軍の陸戦隊や沿岸砲兵から改編された部隊や陸軍の水上軌道部隊など、 水陸両用船や臨検といった海兵隊と同様の任務を担う部隊もこぞる。アメリカ海兵隊の出発点はアメリカ独立戦争の際イギリス軍と戦うために酒場で母兵を行い整備された大陸海兵隊である。独立戦争後には予算削減のためアメリカ海軍と共に廃止されたが再編され、その後も平和な時代には何度も廃止の危機にあったものの、 海賊退治や税関の強行的発、沿岸警備隊などに協力して存続した。現在のアメリカ海兵隊は上陸作戦、即応展開などを担当する外政専門部隊であり、独自に戦闘機、戦車などを保有し、海軍の強襲揚陸艦により水陸両用作戦を行って共闘法を作ることができる。世界の海兵隊の中で唯一、 独立した軍となっており、現在のアメリカ五軍では、陸軍、海軍、空軍に次ぐ4番目の規模である。ただし、管轄は海軍長官の下となっている。また、陸海空軍には元帥があるが、海兵隊の階級には元帥が設定されていない。アメリカ海兵隊は、ヘリコプターのほか、戦闘機や攻撃機による独自の航空部隊を保有し、 タグに依存せず航空支援を要する任務を実施できる。また、ホワイトハウスや在外米国大使館での警備を呼び、議場任務も担当しており、大統領専用兵リの運用も担当する。第二次世界大戦の上陸作戦でも活躍しており、海兵隊の主任務は水陸両用作戦であるが、ベトナム戦争においても活躍した。 小兵制が実施されていたベトナム戦争当時でもアメリカ海兵隊に関しては全員志願兵だった。陸海空軍と同じく海兵隊も出撃自体には議会の承認を必要としないが戦争権限法によれば事後48時間以内に下院議長と上院臨時議長へ書面で報告するとともに議会による戦線布告か承認がなされない場合 議会への報告後60日以内の戦闘のみ認められ、さらに30日以内の撤兵が義務付けられている。アメリカ海兵隊はやや旧式でも実践的で信頼性にとも兵器を長期間使用する傾向があり、常に陸軍よりも旧式の装備を与えられてきた歴史がある。イギリス王室海兵隊ロイヤルマリーンは1664年に ロードジェネラル、この F 評連隊、ザ・ロードジェネラル、S、デジャミント・オブ・フットガーズ、ゲンコールド・ストリームガーズの兵士500名が、うながみつとむを命じられ、デューク・オブ、ヨーク・アンド・アルバニー海上不評連隊が、編成されたのが始まりである。従来、敵戦へ乗り移っての白兵戦や、戦場からの射撃のため、必要に応じて、陸軍部隊が乗り組んでいたが、同連隊は、 艦船乗組専用の不評部隊となった。当時の海兵隊は、戦場での戦闘のほかに、軍艦幹部の護衛や当時は、軍人ではなく水府であった艦船の総船要員の、風紀維持なども任務としていた。また、植民地の獲得では、港湾の占領や警備にも従事した。現在のイギリス海兵隊は、競技のイギリス海軍、ロイヤルネイビーその他の組織と並んで、 抗議のイギリス海軍、ネーバルサービスを構成する。イギリスにおいては、沿岸警備隊が、捜索救難任務に特化しているため、海軍が海上での警察権行使を担当する。海上警備では、強行説芸を実施するため、海兵隊はその中核となって活動する。イギリス海兵隊の SBS、特殊集定部隊は、特殊部隊として活動している。イタリアは、 国際的な安全保障を任務とする海外派遣用の部隊と本国の沿岸及び島所部の防衛を任務とする部隊の2つの水陸両用船部隊を保有している。前者は海軍所属のサンマルコ海兵旅団であり、後者が陸軍第一軍団に属するラグーン両用船、連隊である。インドネシア海兵隊は独立戦争中の1945年に、 創設された。大小1万8000の島からなるインドネシアでは、両洋船部隊が重視されており、東南アジア屈指の兵力2万2000名を誇り、強力な総攻兵力も有している。海軍の指揮下にあり、2001年の改編後は、3個、海兵大隊と、飛行連隊や砲兵連隊からなる2個の、海兵旅団と、海兵不評3個大隊の独立海兵旅団1個の、編成となっている。 また、インドネシア海軍には1971年に設立された特殊作戦大隊が置かれている。この部隊は偵察部隊が強化されたもので特殊集艇や潜水艦、航空機による潜入作戦を行う。オランダ海兵隊は第二次エーラン戦争中の1665年にミヒルデロイテル帝国の下で 環状陸戦部隊として創設され、ミドウェイ側襲撃に参加して活躍した。その後幾度か解体と再編を繰り返し、現在は旅団規模の兵力となっている。スウェーデン海軍は沿岸防備のために海軍沿岸砲兵隊を保有していたが、冷戦終結に伴い2000年に水陸両用軍団へと改編した。当初は5個連隊であったが、 その後一個連隊にまで縮小されている。は、1537年に設立された最古の海兵隊である。現在は海軍戦闘部隊総司令部の指揮下にあり、療養作戦のほかに基地等の警備任務にも当たっている。太陽国海兵隊は1833年に創立されたアジアばかりでなく、世界的にも古い海兵隊の一つである。 1951年に海軍へ編入され、1955年の改編により海軍の機関部隊の一つと位置づけられた。また、太陽国海軍には特殊作戦部隊であるタイシールズも置かれている。大韓民国海兵隊は1949年に設立された大韓民国海軍の霊下の海兵隊である。中華民国海軍に属している。 海軍陸戦隊、英語、リパブリック・オブ・チャイナ・マリーン港、通称、ロシエンシーが正式名称である。中国人民解放軍の海兵隊は、人民解放軍海軍に所属する、海軍陸戦隊である。人民解放軍海軍陸戦隊は2個旅団あり、比較的規模が大きい。また、人民解放軍陸軍も、独自の上陸作戦部隊を保有しているが、 海兵隊や海軍不評とは称していない。ドイツ帝国には、プロイセン王国海兵隊を前身とした海兵大隊と呼ばれる海軍不評部隊が存在したが、第一次世界大戦敗戦後のバイマル共和国の時代に解散を余儀なくされた。その後、ナチスドイツの時代には直属の海軍不評部隊として、海軍突撃不評中隊と呼ばれる部隊が編成されている。 第二次世界大戦後のドイツ連邦共和国、西ドイツ、統一ドイツでは何度か海軍不評部隊、海兵隊に相当する部隊の設置が行われている。1958年に設置されたは1959年により、海兵大隊と改称され、1965年に解散した。その後、1997年に設置された。 海軍専門任務部隊2005年に設置されたが、海軍不評部隊、海兵隊の役割を担っていた。2014年4月、MSK の規模を拡大する形で新たな海兵大隊が設置され、これとともにスウェーデンクローナ M も解散している。ドイツ民主共和国、東ドイツでは、こうした海軍不評部隊、海兵隊の編成は行われなかったが、 地上軍に所属するいくつかの自動車化狙撃兵連隊で水陸両用作戦の訓練が行われていた。日本で初めての海兵隊組織は幕末に創設された幕府海軍令下のマリニールである。マリニールはオランダの制度に習った兵種で各軍艦に配属されていた。幕府海軍の軍艦の陸民は下視環級までが私分であり、 現在の水兵に相当する自員には、専門の船乗りや職人が当てられたのに対し、マリニールは、幕府陸軍と同じく一兵卒に至るまで、四分の者から採された。第二次長州政党の大島口の戦いの際には、富士山丸艦長の日田浜五郎と共に、同艦のマリニールも上陸したものの、同時に上陸した伊予松山藩軍から要請された。 艦砲射撃を指揮するため声が帰還することになり、これとともに、マリニールも艦に戻ったため、実際の戦闘には加入していない。旧日本海軍も1871年、明治4年から1876年、明治9年の間だけ、英国海軍のマリーンを模した海兵隊という名の戦闘部隊を保有していた。不評か、海軍不評、砲兵か、海軍砲兵。 学隊、個体で構成されていたが、当時の日本軍はまだ海外派兵を行えるような規模になく、使用目的が不明確であり、国家財政の逼迫から廃止となった。海兵隊廃止後は必要に応じて、官邸の乗組員を武装させ、臨時に陸戦隊を編成した。後に陸上戦闘専門の特別陸戦隊を創設し、立山法術学校で兵員を育成したが、 上陸戦部隊というよりも、占領地の警備部隊としての性格が強いもので、上海海軍特別陸戦隊などがある。また、太平洋戦争、大東亜戦争末期では、多くの海軍将兵が地上戦要員として、港湾や飛行の守備に当たった。1940年、昭和15年頃には、陸戦隊関係者から海兵隊復活の提言も、されていたが、採用されなかった。 詳細は海軍陸戦隊参照。旧日本陸軍では船舶部門の中心地の宇品港、現広島港付近に所在する第5師団司令部広島県広島市が上陸船部隊としての性格を持っていた。日本陸軍は特殊船と呼んだ揚陸艦や上陸用舟艇である大発動艇など多くの船舶機材、 船舶工兵や船舶砲兵などの専門部隊、陸軍船舶兵を保有しており、海上機動力は諸国の陸軍と比較して大きかった。第二次世界大戦中には敵前上陸専門部隊である海上機動旅団や海洋士団と呼ばれる限定的な上陸作戦機能を有する不評士団なども編成し、太平洋戦争、大東亜戦争後に旧軍が解体され、 旧海軍の残務処理を担った厚生省第二福音局残務処理部において吉田へ三元海軍大佐を中心に軍備再建計画が開始されたが、その計画の中で構想された新海軍の中に海兵旅団を一個旅団創設し、非戦領本土奪還揚陸作戦や当初奪還作戦に投入するとされていた。また、自衛隊創設後の1968年、 昭和43年6月の小笠原諸島返還を、機に自衛隊に海兵隊を創設することが検討され始め、後に、西部方面総監となる中島直進を中心に、海兵隊に関する勉強が行われたが、海兵隊構想は頓挫したという。陸上自衛隊の第13旅団、広島県海田町は、海上自衛隊との連携により、 クック・ホバークラフト揚陸艇等に乗り込む訓練を行うなど、15ある士団、旅団の中において、海上機動力を高めた部隊である。また、陸上自衛隊の離島防衛部隊である西部、方面普通科連隊は、アメリカ海兵隊武装偵察部隊に類似した部隊であり、定期的に米海兵隊から直接指導を受けており、共同訓練の回数が近年増加している。 2010年、平成22年5月23日、石橋茂は、フジテレビの新報道2001で、将来的に日本のような島国に海兵隊がないのはおかしなことだと思っていると発言している。2013年、平成25年4月に自民党が防衛計画の対抗のたたき台として作成した新防衛対抗策定に関わる提言では、自衛隊に 海兵隊のような機能を持たせることが盛り込まれ、防衛省も離島奪還部隊の創設を検討した。その結果、同年12月に策定された防衛計画の対抗、25対抗の中に、陸上自衛隊の新編の部隊として、日本版海兵隊ともいえる水陸機動団の創設が明記され、準備期間を経て2018年、平成30年3月27日に達した。 ノルウェー海軍は沿岸両兵部隊を保有している。海軍両兵隊中隊、沿岸両兵隊及び、機雷戦勝隊からなる沿岸両兵部隊を保有している。海軍両兵隊中隊は、海軍コマンド中隊とも呼ばれる特殊部隊で、編成の詳細は非公開だが、イギリスの SAS を反としているとされている。沿岸両兵隊は、沿岸方兵部隊が改編された部隊で、 この部隊の隊員もコマンド家程を経ている。襲撃艇などを装備している。機雷戦招隊は、嫌いの水中処分を主任務とするフロッグマン部隊だが、水路偵察や障害除去などの上陸支援も行う。フィリピン海兵隊は、1951年にアメリカ海兵隊の支援下で準備部隊が編成され、1955年に最初の大隊が編成された。 軍統国家であるフィリピンにおいて、療養船部隊は重視されており、海兵隊は艦隊司令部と並ぶフィリピン海軍の機関部隊と位置づけられている。人員も海軍総兵力2万4000名のうち8300名を占める。さらに海兵隊を支援する部隊として、アメリカ海軍特別設営隊 CB2 班を取った CB 海軍工兵旅団が存在する。 フィンランドは沿岸防備及び水陸両用船のためにウーシマー旅団と沿岸砲兵隊を保有している。冷戦終了後、スウェーデンが大規模な軍縮を行ったため、スカンジナビア半島最大の両用船兵力となっている。ウーシマー旅団は陸軍管轄の時期もあったが、現在は海軍の所管である。兵力は1500名で陸戦兵器のほか。 揚陸艇や対艦ミサイルを装備している。海軍フィンランド安防衛司令部機関の沿岸砲兵隊は固定沿岸砲を運用する。フランス海兵隊は現在陸軍の所属となっており、海軍はフランス海軍コマンド部隊、通称ファーファスコフュージリア海兵作戦コマンドと訳されることもあるを保有している。トループスデマリーンは1622年に 李主流により創設された本来の海兵隊で、当初は同時代の他国の海兵隊と同様に、艦上勤務を専門としていた。その後植民地警備が主任務となり、1900年には陸軍に移管されたが、各地の植民地が次々に独立していったために、大半の部隊は本国へ帰還した。歴史的経緯から海兵と名乗っているもので、標準的な陸軍部隊となっている。 部隊は、不評8個連隊と6個大隊、落下3、不評4個連隊、砲兵3個連隊、戦車2個、連隊、1個混成連隊からなる。第9海兵系機構旅団を中心に、陸軍の主要な戦闘旅団にも、海兵連隊が配備されているほか、多数の連隊内し大隊が、フランス領ギアナやフランス領ポリネシアなどの、海外領土日、 ジブチやガボンなどの旧フランス領アフリカ諸国に展開しており、かつての植民地の防衛、警備任務の伝統を継いでいる。海外領土に展開している部隊の場合は、現地住民も入隊できる。一方、ファーファスコは、基地と艦艇の警備を担当するために水兵によって編成された陸戦隊を起源とする海軍、フュージリア、 第二次大戦中のコマンド部隊を起源とする海軍コマンドを参加収める形で編成された海軍系特殊部隊である。海軍コマンドの人員は海軍フュージリアから補充される。ベトナムでは療養戦部隊として海軍不評旅団が海軍に配属されている。同旅団は海軍不評大隊と療養系戦車大隊からなり、 兵力は2万7千名である。また、海軍は、不評旅団とは別に、地対艦ミサイル部隊として、第679沿岸ミサイル連隊も、保有している。ロシア海軍の不評部隊は、日本語で、海軍不評、とも呼ばれる。もともと、ロシア海軍は、陸軍を補佐する、沿岸防衛海軍という考え方が強く、海軍不評も、地上部隊の一つとして、 対艦ミサイル、長距離砲、沿岸レーダーを装備して、海軍の支援任務に主眼が置かれている。艦艇を失った海軍軍人を海軍不評として運用することが多いため、アメリカ海兵隊のように独立した軍手にはならず、海軍の不評部隊という地位に留まっている。ロシアの海軍根拠地が攻撃を受けた、歴史上著名な戦いにおいて、洋上での攻戦を避けて、 艦隊を校内に退避させ、乗組委員と官報は、陸戦隊として、根拠地の陸上防衛戦に投入した例がいくつか、見られる、セバストポリの戦いペトロパブロフスクカムチャツキー、包囲戦、旅順包囲戦など、第二次世界大戦においても、艦艇を失った多くの海軍軍人により、地上部隊として、海軍部隊が編成され、陸上での対ドイツ戦に参加したが、戦後、 海軍不評部隊は廃止された。海軍不評部隊が復活したのは1960年代になってからであった。実戦経験は豊富であり、内陸で行われたアフガニスタン戦争やチェチェン紛争においても出動している。また、陸軍、空軍にも存在するスペツナズと呼ばれる特殊部隊も保有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。